今日はこれから月一の通院日です。行きます。ローソンでシーンを支払って帰ります。焼肉食べ放題、牛角牛角出た。こっちでいい、あったローソン、あそこでいいやろ。こっちも4900円、いいやけどいいやろ。もう行った。お前がダイソー行ったわじゃん。あへえ、ダイソー、ダイソー行ったわ。逆やろ、社長が漏らしたみたいになったやん。ちょっと待っております。どっちがいい、ナゲットかハッピーセットで、ナゲットで、ポテトで、シェイク、バニラ。ちょっと待って、どうやってドライブするんだろう。は、いかださま、一回一周せないといけない。そうやろ。え、うん、どうなっちゃう。一周するんだ。な、なに、何がいい。エミは、エもナゲットしようなら。ハッピーセット何、コージ並んで、とりあえず。ハッピーセット何、人形は何、おもちゃは何。午前11時です。え、とりあえず並んで。おもちゃは何、並べ。おもちゃと行かないのかな。おもちゃ、もちゃ、もちゃ。じゃあ、ナゲットの方が570番。コージ570番に。こんにちは。こんにちは。はい、でございません。ご注文までちょっとお待ちください。はい。570番が1つ、全部ポテトで、飲み物は。バニラシェイクが2つと、あとチョコシェイク、バーベキュー、どっちも。はい、はい、1番と2番、同じもんなんですか。あ、それ、今1つそれで。はい、決まりました。いや、ないです。ありがとうございます。以上です。うまい。ナゲット。はい。疲れました。病院行って、ドンキ行って、ローソンで支払いして、なんか頭が熱っぽい。ちょっと休もうと思います。悪いので寝たまま薬紹介します。まず一つ目がトリアゾラムです。トリアゾラム。これは、なんだったっけ、ハルシオンのジェネリックです。睡眠薬、寝る時の薬です。続いてこちら、まあ前回と変わりないんだけど、炭酸リチウム、リーマスです。とハモチジン、これはロキソニン飲む時の胃薬です。エペリゾンです。これは筋肉痛を緩和するやつです。なんか座骨神経痛があるので飲んでます。次、いっぱい入ってるな。これはエビリファイのジェネリック、アリピプラゾールです。これも気分の調子を整える薬。デュロキセチン、これはサインバルタのジェネリックです。これも気分を整える、調子を整える薬です。
で、ロキソニン、これ腰痛が結構するんで、その時飲む用の薬です。ハモチジンと一緒飲みます。はい、リボトリールです。これは足がビクビクするのを抑えるための薬です。なんか寝てる時とかに足がビクビクってなって気持ちが悪いので飲みます。以上かな。ちょっと説明読んどきます。アリピブラゾールは気分を落ち着かせる薬、リボトリールは痙攣発作を抑える薬、デュロキセチンは意欲低下を改善、気分を落ち着かせる、エペリゾンは筋肉のこわばりを和らげる、痛みを和らげる、で、炭酸リチウムは気分を落ち着かせる薬とのことです。以上。ちょっとね、気分が優れず寝たままで申し訳ないですけど、ちょっとにゃんがこんな感じです。りゅうくんどうしたの？なんで乗るの？りゅうくん。重たい。以上で今回の通院お薬紹介終わります。なんかもう、りゅうちゃんと一緒に寝てる。ちょっと昼寝してから夜釣り行くらしいんで寝ときたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。